リッキー、ラッキー、アニバーサリーが可愛すぎる、に対するみんなの反応。この CM めっちゃ可愛い。赤チューブの再生数がアホみたいに伸びてる。可愛いから仕方ない。リッキーがここまで押されるとは思わなかった。可愛いのでよし。もしかしてリッキーちゃんは人気？多分ダート路線における、スペス塚帝王のポジションに置きたいんだろうな。ファルコタルマエも含めて。リッキーでけーってなる。CM 流れるたび、そこそこ大きいファルコとの対比でリッキーでけーってなる。ファルコがたいいのに、リッキーと並ぶと小さく見えるの好き。ファルコの小ささにドキドキする。CM のせいで、リッキーがデカ女と勘違いされてしまう。ボーノみたいな規格外ではないけど、推定年齢14から15で165は割とでかい方だよ。最後の馬娘のポーズが可愛いんじゃ。そっか、ライブ映像以外は CM 用に撮影してるのか。この CM 見るたびに、最後のポーズ一緒にやってる。俺はいいと思う。投稿者は、リアルも可愛い女子かもしれんだろ、ポジティブに考えるのが風水的も吉だと、待ちかね福来たるさんも明言されておる。ハイタッチするとき少しかがむリッキー好き。サンディも出る可愛い感じでグリグリ動かす CM って、そういや今までなかったよね。ライバルズでかっこいい感じでは動かしてたけど、もっと可愛い感じのも増えていいよ。どんなもんかと見に行ったら、マジで想像の10倍くらいの数字でビビった。CM のリッキーに釣られて始めてしまったから、正解だったと言える。それで始めたらダスカに合うと。異常に伸びてるから、ツイッターで一瞬再生されてる分もカウントしてるんだろうか。広告で表示されたらそのまま再生数になるから、あながち間違いではないよ。馬娘の CM の動画見る前に、馬娘の CM が流れる。右の可愛くない戦績。左も可愛くない。いや両方可愛いだろ。右の可愛くなさはフェブラリーよりも、佐賀記念チャンピオンズカップより、浦和記念柏記念よりも、柿津畑記念なとこだから。運気を呼び込む色をしているだろう？だってこの CM 真っ当に可愛いもん、そりゃ伸びるよ。発表から3ヶ月で実装、実装から1週間でアニバ局のセンター、かつ CM 起用モデルの気合の入りようといい、押されてますねー。他の子も割とそうだけど、ファルコは特に動くとやたら可愛い。ダートの様子がおかしいのだ。嫌いじゃないけど、前みたいにおじちゃんたちがわちゃわちゃ楽しんでる CM も見たかった。ルメールも、楽しめる。楽しめるとかちょっと変な CM はしてたけど、単純に可愛い CM はしてなかったな。高城レミが帝王育成してる CM もあるし。リッキーシナリオで流れる専用 BGM っぽいのあれ、どこかで聞けないかな。主役は、遅れてやってくるのだ、のだ。主役要素ある、のか？ターボしかり旬を逃してる気がするもん。ターボはマジで早く実装してや。もう諦めてしまった人とか結構おるやろ。それくらいで諦めるなんてとんでもない、トレーナーになりたいんだろ？タマやアイネスだって散々いじってた奴らいたけど、きちんと実装されたからな。タマアイネスはターボと違って、アプリから本格的に登場したから、プレイを始めた後から好きになるんだ馬4もあるけど。でもブームに、なった2期アニメから入った層はまず、アニメで活躍したキャラを使いたがるんだ。使いたいキャラ目的でゲーム始めて1年半お預けされたら、ね。ウィンディちゃん来るならラブリーちゃんも来るはず。もうウィンディちゃんはケツデカで押すしかない。もしかしたらコパのリッキーって可愛い？遅い。どうも、ビンタテングさん。スキップしない類稀な広告。リッキー名前がいいよね。リッキーラッキーとかフレーズがすごいしっくりくるし。リッキー、クッキー、ヤシロアキ。沖のカモメにふかし芋取られるのは誰やろか。福来たるやろなぁ。とっても福来たる。リッキーって妙に小柄な印象あるけど、レースで西野と並んだりすると割とでかくてビビる。うおっか、たわけ、会長と同じだからね。デジタン育成でダートレース出ると、リッキーもたる前もでかくてビビる。やはりアイドルコンテンツとして推していくのが、一番数字出るわな。
トメイより、アプリ宣伝ならサンディをグリグリ動かして、ちょっとセクシーな方がいいと思うのだ。まあ、ある部分を隠さないとダメなキャラもいるんだがな。言われてみれば、ソシャゲの CM ってイベントの1枚絵をスライドさせるだけだったり、キャラの立ち絵をライブ 2D みたいなので動かすだけ、ってのが一般的だったものな。ダート路線強化で、黄金世代のウィングアロー参戦をなしゃす、代わりにキングが何でもしますから。フェブラリー S で一着ね。リッキー優遇すぎませんか？アニバでのキタちゃんと同じで、〇〇周年の目玉なんだし、こんなもんじゃない？むしろその目玉と一緒に CM で、メイン、新シナリオでもメイン、特別企画に新曲ももらえたファルコの方が、すごい押されっぷりだと思う。サンディの可愛い子がグリグリ動くことに疑問を挟まないのも、普段からレースやライブで見てるからだよな。他のソシャゲの CM でサンディの子がグリグリ動くのはある？プリコね、そう頻度は多くないけども。これは可愛い以外の言葉が出ない。リッキーがめっちゃ可愛いのは周知の事実なんだけど、ここまで人気出るとはさすがに思わなかった。キャラデザ発表時は、可愛いけどチンチクリンで、変な語尾とテンションの色物枠だと思われてたからなぁ、マジでそういうキャラにされなくてよかったわ。ゴルシの CM デビューまだ？ゴルシウィークにやったでしょ。リッキーは顔の力がすごい、意志の強さやカリスマ性を感じる。会社の食堂でこれ流れた時、変にニヤニヤしてしまった。この CM 好きだけど、いつもファルコの 1.2 周年で、うん？ってなる、1.5 周年ちゃうんか？男は欲望に、夢に、運に、すべてに自分を試される、そこから逃げない男だけが、リッキーを手にすることができる。私はリッキー、あなたはハッピー、キャハ。どうしたマーベラス、言葉が変だぞ。この CM 見るたびに、わーっかわいいハート、でもリッキー出なかったんだよねーってなる。リッキーが出なかったのが悔やまれる、すり抜け狙いは何ヶ月、下手すや何年かかるやら。ここだけの話、実は今でも出ないわけじゃないらしいんですよ。青天井、って言うんですけどね。サービス開始から初めて総勢68人迎えて、未だに姉貴が出ないんですが。踊るリッキーが可愛すぎて、グララのミニライブが飛ばせない。リッキーのキャラスト7話とか破壊力やばいぞ。あれはね、いいね、ぜひ皆様もご覧になってください。安西先生、引き換えチケットが欲しいです。サイゲはいろんなアニメでスポンサーやってるから、深夜アニメ見てると毎日見るわこの CM、アビスでみんながイルミュイの産んだ赤ちゃんをもぐもぐしてる回でも、みんなでラッキーみんなでハッピーとかやってた。これからしばらくはダートを押していくぞ、という鋼の意志を感じる。運営が押したいのはダートじゃなくてリッキーだぞ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。